第25話、新しい環境で自分らしくいる方法とは。今日のトークテーマですけど、もう新年度新学期を迎えましたが、環境が変わられた方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ私個人的にはこの新しい生活リズムになったわけよ、この4月から、で、まあ、そのリズムにまだなんかつかみきれず、なんか日々、あの追い込まれてる日々やねんけど、愛ちゃん的にはその大きく環境が変わった時期とかでどういう時期？そうね、私個人としては、やっぱり一番大きいのは小学校を卒業して、小学校か中学校に上がる時に、まあ地元、私の地元は栃木県なんですけど、栃木県から、まあ大阪の四天王寺中学校に、まあ、卓球をね、卓球に専念頑張りたいっていう、まあ、大きな目標をもとに大阪の四天王寺中学校に入学したその時っていうのが、やっぱり自分の中では一番大きかったかなと思ってて、絶対そうやね、親元離れて寮生活やもんね。そうそうそう、いやだいぶ私関東から関西に行ったのもやっぱりすごい大きくて、まあそうね、ちょっとしたホームこうカルチャーショックじゃないけど、そういうとこからのホームシックだったりとか、確かにまず方言からして違うしさそうそうそう、食べ物の環境だって絶対違うしさ、結構、だからそういう意味でも私生活から、まあ、卓球の環境から、すごい大きく変わった、やっぱりあの時期ね、12歳の時期で変わったっていうのがすごい大きかったかなと思ってるかな。そうやんな、絶対そう。いや私 も, 同じまず一番今までの人生の中で一番大きく変わった、大きく環境が変わった時期はもう間違いなく、中学校、その大阪の四天王寺に寮生活しながら卓球を頑張るために行ったところが一番大きく環境が変わったところで、まあ私は兵庫県から大阪やから、まあ関西やけど、でもやっぱ小学校の時ってなかなかさ、自分の地元からさ、なんか出る機会ってないやんか。でそれをまあ親元離れて、で電車に自分一人で乗って大阪に行ってっていうところから、まず、もう電車の中でバイバイするときにもう泣いてたから、でも泣いてるのをこうバレないようにしてたしながら、こういなんかこう、分かる、そう大阪へ出発したのを覚えてるし、やっぱりそのやっぱ四天王寺って進学校でもあったから、勉強もそこそこ本当に大変っていうか、全然勉強していってな、してきてなかったから大変やったし、やっぱ卓球でやっぱ強くなりたいっていう、まあ、最初は本当にワクワク感、どんだけ自分が強くなれるんやろみたいな、そういう期待を持って、もう期待しかなかったんけど、ただ私生活で選択とか学校生活とかお勉強とかっていうのがやっていけるかとか、学校で新しい友達が作れるかなみたいな、そういう不安はあったけど、やっぱり卓球メインで頭の中はあったから、そのどれだけ強い人と毎日練習できて、どんな新しい練習ができて、どんだけ自分が強くなるんかなっていう期待とワクワク感が当時の方が強かった気はするかな。そうよね、なんかいろんなことが本当になんか全てが新しい環境というか、一気に来たよね、 その時期に。そうだから、なんかある意味そう、本当に期待、そういう期待とか希望とかもあったけど、もうとにかくもう一つ一つ目の前のことを一生懸命、まあ、こなしていくっていうのに、まあ必死というか、だったかなとは、思うよね。そう、でもいや私最初のその4ヶ月ぐらいはね、ホームシックで、なってた。しかも当時携帯がないから、あの公衆電話やんか。でも公衆電話で電話すると、電話して、その自分の親の声を聞くとなんか泣きそうやから、それ見せられないから、そう、そんな弱いところっていうか、なんか見せれへんから、なかなか電話もできひんし、そうそう、そう、私もそんな感じだったかも、ね、でもなんかある時そういうのがピタリとなくなって、やっぱ自分のなんか目の前にあることを一つずつこなすことで、必死で、
なんかそういうなんか寂しい気持ちとかっていうのが、うん、多分4ヶ月ぐらいでやっと腹くくれたんやと思うねんけど、うん、4ヶ月で、すごいすごい。いやいや遅いやん、行く前に腹くくっとかなあかんねんけど。いやいやでもね、それでもやっぱりすごい特別なね環境にやっぱり入ったから、うん、やっぱでも本当だよね、寮生活、親元を離れて寮生活したっていうのはやっぱ一番大きかっただと思うよね。そうね、何でも自分でやっぱりやらないといけないし、そうそう、甘えられないし、うん、やっぱり自分で何でも自分で消化して、うん、まあ、いろいろ考えて、まあ、こらえてそれこそ、うん、っていうところがあったから、うん、でも、ね、やるべきことたくさん、まあ、あるというか目標もあるから、うんうんうん、でもなんか先輩の背中を見てこう学んだりイメージをして、そうだね、で、そうそう、あとは一緒に入ってきた同級生の子たちが頑張ってる姿にまた後押しされて、うん、そう、刺激受けてね。そうだよね。だからまあとりあえず一つ一つこなして、その先に見えるこう新しい、まあ、世界を、うん、まあ、ちょっとこう楽しむじゃないけど、うん、まあ、そんなような感じでなんか私はなんかやってたのかなとは思う、うん、そうそう、うん、いや今考えたらさ、うん、まあ、自分たちはこう必死で、まあ、ホームシックだったりこう、うんうん、寂しいのをグッて押しこらえて、殺して、うん、そうそうそう、こらえてさやってきたけど、逆に、うん、今さ私たち、まあ、子供おるやん、うん、お互い、うん、親になって、うん、親の立場からするとさ、うどう思う自分がいざ自分の子供をそうやってなんか送り出す時、もう耐えられへんねんけど。いやうん、そう、どうなってたのって感じで、そうそうそう、なんかやっぱりさ1週間に1度の連絡だけじゃさ、そんな心配すぎてさ、例えば今の時期やったら朝晩はちょっと寒いし昼間は暑いし、うん、ちゃんとあったかい、今夜やけどちゃんと布団かぶってるかなとかさ、なんかちゃんとご飯食べてんのかなとか、もう常に何してんのかなって、ま、そう気になるような、好きなもんばっかり絶対食べてるわとかさ、うんうんうん、なんかそういうことばっかり気になって、なんか無駄に連絡取りたいんやけどさそうだよね、うん、いやいやでもそう、いや本当その親の気持ちを考えたらさ、いろいろこう本当心配する気持ちだったりとかあると思うけど、うん、冷麺さ今年度、うん、冷麺2人娘ちゃんいるけどさ、うんうんうん、下の子ね、そう、今日に入園したよね、幼稚園、した幼稚園入園した、ありがとうございます。そんな、ね、入園入学された方もね、たくさんいるかと思いますね、いらっしゃると思いますけど、す皆さんおめでとうございます、ありがとうございます。いや、やっぱりさ、その、うん、まあ早生まれやからまだ3歳でこの4月入園したんやけど、うん、やっぱりさ、うん、なんか幼稚園は楽しいし、お友達と遊ぶのも楽しい、うん、刺激もあっていいんやけど、うん、やっぱり帰ってきたら、うん、やっぱり疲れちゃって、コテンともそのまま迎えに行って車の中で寝ちゃって、そのまま朝まで何しても起きひんとか、うん、やっぱ あるんよ、何回か、うん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 。やっぱそれだけ疲れて、まあ、いい刺激を、まあ、受けてるっていう証拠やねんけど、うんうんうん、そんだけ疲れて、まあ、朝起きてよく寝てんのに、やっぱまだ疲れてるから、うん、朝からこう、うん、なんか眠たいとか言って泣いたり、うんうんうん、なんか、まあ、グズグズしてる時もあるわけよ、たくさん、うんうん、でもそれでもやっぱりそこに幼稚園行ったら先生とかお友達とかそういう楽しいことが待ってると思って、うんうん、多分本人なりにすごいこう なんていうの頑張ってまた幼稚園に行くってなるわけよ、直前になると、うん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 、でそういうの見てると親としてはさ、あもう今日ちょっと疲れてるから休ませようかなとかって思うわけよ、あなるほど、ね、もう今日はいいんじゃないかなみたいな、でもさ、うん、でも本人はなんか気持ちなんかどっかでスイッチ切り替えて、うん、なんかあ行くってなってもうケロッとしてるわけよ、うん、さっきまで泣いてこう寝そべってもう行きたくないとか言ってんのに、そのパワーもすごいし、うんうん、やっぱり子供っていうか、うん、そうやっぱ環境に勝手に慣れていくっていうか、まあ、そこでたくさん本当に葛藤してるんやと思うねんけど、でもやっぱりそのそ、ね、人って環境に必ず慣れていくし、うんうんうん、なんかそこで楽しいこととか自分のやりたいことやりがいを見つければ、そういうなんかすごいパワーを発揮できるんやなっ
って3歳の娘に教えてまた最近教えてもらった素晴らしいお話いやいやいや本当本当いや人ってなれるんやな3歳でもこんだけなれんねんから私もできるっても思えるよおじゃあ、うん、冷麺も今年度に入ってもうすでにもう新たないろんな発見がねそういうそ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 うやっぱり私、うん、私自身もその、まあ、子どものリズムが変わると親のリズムも変わって、うんまあ、習い事 の、うん、のリズムも変わってきて、うん、いや今私自身もこうそのリズムになれるのに必死やねんけどやっぱり、うん、子どもも頑張ってるから、まあうん、ママも頑張ろうって今思ってる最中うんうん、そうよねそれだ、うん、そうだよねやっぱパワーになるしそうそうだよねいや、うん、大事なことだと思う、うんうん、やとは個人的にはさ、うん、なんかそう環境がどこでやっぱ大きく変わったかなっていうと、うんうん、やっぱ高校から私たち社会人、うん、ミキハウスに行って、うんうん、より卓球に専念するために、うん、そうだね、こうそういう道を選んだんやけどその時もやっぱり、うんうんなんていうか、まあ、18歳から、うんまあ、18歳で高校卒業して社会人になったから、うん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 、なんて子供と大人のなんかこう境目やん大人になる、うんうんうん、なりそうでならないところっていうか道はなんか自分なりに自分の中で葛藤したっていうか、うん、もがいてた時期やったと思うねんなそうなんだ、うんうんうん、なもちろん卓球のそのまあプレースタイルとかどうあるべきかみたいな、うん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 、ところもあるし、うん、今までは卓球が好きで、うん、自分が選んだ道で大阪に行って、うん、でもそれが卓球が仕事になるわけやん、うん、そうだよねで、うん、お給料卓球することでお給料もらえる、うんうん、でそこでなんかすごい責任感っていうか今までの気持ちじゃあかんっていう風に、まあそうだね、いやいやこんなんじゃなんでお給料もらってるのにこんなんじゃあかんやろみたいななんか自分で自分をこう、うん、なんか、うん、意識を高めていってそれにもがいてた時期やったと思うねんけど、うん、なんかそれがなんとなく日本代表になった時の感覚っていうか、うんうん、そういう責任感、うん、なんか、うんあうん、もっとこう これだこんなんじゃあかんみたいな、うん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 、そういうのがあったんやけど、うんうん、そういうミキハウスに入ったのは愛ちゃん1年先やけどさ、うんうんうん、なかったあったあのねだからよりそう社会人になってそう卓球が うん、お仕事としてやらせてもらうようになってから、うん、こうよりこうなんだろ そう本当に責任感とこう自己管理っていう、うん、いろんな部分での自己管理っていうのをすごい意識するようになったなっていうのは、うんうん、そういう部分はすごいあると思う、うん、だからで今まではなんか寮生活で社会人になって一人暮らししたやん、うん、私たち、うんうんうん、それも全部自己管理やん自分の責任そうそうそう自由やん、うん、言ったら自由やん何を食べてもいいし何をしててもいいし、うんうんうん、何時に寝てもいいんやけど、うん、でもそれって全部自分に返ってきて卓球の、うんなんかまあ、成績とか卓球 の、 この伸びに直接関わるところやから、うんうんうん、それがなんかすごいなんか重圧というか、うん、自由なんやけど、うん、そうすごい責任自分自身に責任感が、うんうん、責任があるみたいなそうそうそうだからなんかそうよねなんか変にちょっとピリピリしてたと、うん、なんか一番なんか卓球をしてて一番もがいてたかもなと思ってその時期わかるそうまあそうそうでも なんだろうやっぱり私が思うのは、うん、でもまあ環境がこう変わってもやっぱ自分の中にすごいやっぱりしっかりした、うん、ある程度しっかりしたやっぱ目標とかがやっぱりあればやっぱりそこの自分っていう軸は多分ブレないのかなと思うし、うんうん、それが自信、まあ、そんな中でいろんなことを挑戦してで、うん、挑戦しながらそれが自信になってでそれがまあ自分らしさっていうところにつながるんじゃないかなっていうのは、うんうん、まあ私は卓球を通してだけど、うんまあ、自分の経験の中で感じてきたかなとは思う、うんうん、そうやね、なんかなりたい自分とか、うん目標っていうのは頭の中に常にイメージすることで、うんうん、なんか、まあ、しんどいこととかさ、うん、きついこととかさ、うん、でもそれをなんか乗り越えれる力になると思うよね、うん、そうやってなんか、うん、その時期もがいてた時期やってた気がする、う
そうだよね。まあね、本当は新年度に入って、まあ、こう新たな環境でスタートされている方もたくさん、まあ、いらっしゃるかと思うんですけれども、うん、本当に目標とか希望とか、うん、そしてもう何よりもこの笑顔っていうのをね大切にして、うん、この新たな空気感を一緒にね楽しんでいきましょう。そう、楽しみましょう。頑張りましょう。はい、ここまでゆるっとお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。聞いてくださってありがとうございました。番組の感想は概要欄に貼っているリンクから送っていただけます。質問も受け付けていますので、たくさん応募いただけると嬉しいです。では今日も一日お疲れ様でした。今週1週間ピンポンと頑張りましょう。